北海道エアポートなどによりますと、午後3時過ぎ、中部国際空港から到着したピーチ4 6 5便が滑走路から駐機場に向かう際に、本来とは違う誘導路に侵入しました。この誘導路は改良工事をしている最中で使われていませんでしたが、誤って侵入したということです。乗員乗客173人にけがはありません。新千歳空港には2本の滑走路がありますが、 この影響で現在1本が閉鎖されていて出発、到着便ともに多くの便に遅れなどが出ています。